な端っこでもしっかりとバランスが保たれています。さあ、こちらに1万円札があります。今からこの1万円札を半分に折ります。では今からこの真ん中一本の指で支えてみます。ご覧ください。一本の人差し指の上に乗っかっています。でもこのマジック、これで終わると真ん中でただ単にバランスを取っただけという方もいますので、では次はこちらでいってみます。こんな端っこでもしっかりとバランスが保たれています。周りはもちろん何もありません。そしてこのお札にはもちろん何の仕掛けもありません。究極のバランスマジックでした。バランスマジックトリック公開です。まず使うのは1万円札、そしてもう一つ使うのが10円玉です。この10円玉はなるべく古く少し黒ずんでいるものを選びましょう。なぜならこの10円玉、実を言うと手の中に隠しておかなければいけません。もし隙間から見えた時も古い10円玉だと見えにくくなります。一番最初はまずこの10円玉を手の中に隠し持っておきます。そして次はお札です。自分で用意したものでも、お客さんからお借りしたものでも、どちらでもできます。まず最初にお札の両面を見せます。そして次です。次に手の中に持っている10円玉をお札のこの部分、裏側に置きます。そして10円玉を挟み込むようにお札を縦方向に2つに折ります。今10円玉はここにある状態です。今からはマジシャン目線、後ろ側からの目線で解説をしてみたいと思います。ではもう一度いきましょう。こんな感じですね。手の中に10円玉があります。それをこのようにお札の裏側に持っていきます。そして縦方向に10円玉を挟んだ状態で折りたたみます。次はこの真ん中よりも少し左の位置、そこをこういうふうにつまみます。そしてお札を傾けます。そうすると今こちらにある10円玉がこちらに移動します。こんな感じです。今ここにあった10円玉がここまで転がっていきました。今ここにありますね。この動作を行うときは黙ったままやっているとこの音が目立ってしまいますので、何かセリフをかぶせながらこの動作をしましょう。まず10円玉がここからここに行きました。ここにありますね。その10円玉の下に指を置きます。先ほどの実演では人差し指でありましたが、人差し指は面積が少ないので難しいかもしれません。そういう時は親指に乗っけたりとかしてみる。まずこちらから練習していきましょう。そうするとこんな感じでお札がバランスを取った状態になります。そして一度これを閉じます。次は端の方を指でつまみます。そしてお札を傾けます。そうすると10円玉がここからここにも移動しました。そしてこの端にある10円玉のバランスのいいところを探りながら指の上に乗せます。そうすると端っこでもお札が浮いたようにバランスを取ります。正面から見るとこんな風に見えます。で最後です。最後はこの指を閉じて一番反対側、そこをつまみます。お札を斜めにして10円玉をこちら側からこちら側に転がします。今もう移動しました。今ここにあります。最後は
お札を広げながらその10円玉を手の中に滑り落とします。そしてそれを握ったままお札を両面改めます。もし借りていた1万円札だとそのまま返せば種も仕掛けもありません。10円玉一つでここまで不思議で面白いマジックができます。ぜひこれもですね、皆さん挑戦してみていただければと思います。今日も面白いなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。お相手は内田孝光でした。反対側にするときは、あ。